こんにちは、ベルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、切り干し大根の効果的な使い方についてお話をいたします。切り干し大根というと、大根を細切りにして干したものなんですけれども、見た目ちょっと麺のような感じに見えませんか？ということで、今回はこの切り干し大根を麺の代わりに代用をして焼きそば風というものを作ってみたいと思います。もちろん普通の麺を使うのに比べたら格段にカロリーオフ、そして低糖質、それから便秘解消にも役立つ食物繊維が豊富に含まれた食材です。で、こちらの切り干し大根なんですけれども、意外とお水に溶けやすい栄養素が豊富に含まれているので、今回はこの切り干し大根の栄養素を逃さずに摂る方法もご紹介しながら、ダイエットや気になるお腹ぽっこり解消メニューということで作ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。ベルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。はじめに切り干し大根の栄養についてさらっとお話をしたいと思います。まず切り干し大根は大根が原料なんですけれども、大根がぎゅっと凝縮して、そして天日干しにすることで作られる栄養素なども取れる、また大根にはない魅力的な栄養素が豊富に含まれているんですね。で、例えば切り干し大根には食物繊維が豊富に含まれます。で、食物繊維も不溶性水溶性両方含まれているんですけれども、切り干し大根には不溶性のリグニンと言われるものが豊富に含まれていて、腸の蠕動運動を促すのに役立つんですね。そしてカルシウムが豊富に含まれているんですね。さらにビタミン B1 や B2 など B 群を豊富に含んでいるのも特徴です。ビタミン B 群というのは代謝のビタミンとも言われていて、糖質や脂質を効果的に使うのにも役立つビタミンなんですね。ダイエットには欠かせないビタミンなんです。そんな栄養満点な切り干し大根を、さらにこの栄養素を逃さないように調理をしてみたいと思います。切り干し大根の効果的な使い方についてお話をいたします。通常切り干し大根というと、お水をたっぷり入れて一回戻して、で、それをぎゅっと絞って、絞ったものを煮物に入れたりとか他のお料理に使うっていうことが多いのではないかなと思います。そうするとその戻し汁を使わない限り、いっぱい栄養素が戻し汁の中に流出してしまうわけですよね。で、しかも切り干し大根って自然の甘さも含まれていて、とっても滋味深い味わいが魅力的なんですけれども、それも戻し汁と一緒に捨ててしまうというと、とってももったいないですよね。そこで今回は切り干し大根をたっぷりのお水で戻さずに、切り干し大根の栄養を、逃さない使い方をしてみたいと思います。このままでも食べられるんですけれども、さっと軽く水洗いだけしておきます。はい、今ね、お水をさーっとこう入れて、で、このまま切ったような状態がこちらです。で、ギュッと絞ってないので、下に少しね、お水が溜まっていますけれども、軽い汚れなんかは取れたと思います。で、このような状態で、で、今回のようにね、麺料理みたいにして、水分をあまり使わないで使いたい場合は、ひたひたのお水を加えて、レンチンをして戻すのがおすすめです。切り干し大根に、本当にひたひた程度のお水ですね。かぶるというよりは本当にちょっとひたひたっとしたような感じです。で、このままラップをして電子レンジで加熱をしていきます。で、量にもよるんですけれども、切り干し大根がね、しっかり水分を吸って熱々になるぐらいの加熱時間を目安にしていきます。今回 30g の切り干し大根に約 100cc ぐらいのお水を入れて、電子レンジで2分ぐらい加熱をしていきますね。はい、600W でちょうど2分加熱をした状態です。もうかなり熱々の状態ですね。もう切り干し大根もだいぶ膨らんで戻ってきています。で、このままですね、少しね、まだ水分がこうやっていると、まだ底の方に残っている状態なんですが、このまま余熱で放置しておきます。で、その間に、今回焼きそば風に仕上げるんですけれども、お野菜などをカットしていきたいと思います。
はい。で、こちらが切り干し大根の焼きそば風に使う材料になります。今、戻している切り干し大根ですね。そして、キャベツです。それから、お肉。まあ、焼きそばに使いたいような具材のものを少しご用意ください。あと、味付けの方は、ソース味でもいいし、塩とかお醤油で仕上げていただいてもいいと思います。キャベツを切っていきます。切り干し大根がね、細いし繊細な感じなので、キャベツも少し細めに今回は切ってみたいと思います。はい、そして豚肉です。で、先ほどね、戻しておいた切り干し大根になります。具材を切っている間に、さらに切り干し大根が少し戻ってきましたよね。はい、今こんな感じです。少しね、水分残っていますけれども、和え物なんかに使っていただくことができると思います。切り干し大根を残った煮汁も一緒に入れていきます。まあ、ほとんどね、煮汁はあまりないんですけれども、切り干し大根がね、吸い込んで抱え込んでいる水分も合わせて、フライパンの中に入れていきます。で、もしですね、電子レンジをね、使いたくない方は、洗った切り干し大根をこのようにフライパンに入れて、フライパンの中でお水を入れて、で、蓋をしてゆっくり弱火で蒸してください。そうするとちょうど同じような状態ができると思います。はい、切り干し大根がね、もう余分な水分がない状態になりましたので、焼きそばの具材を炒めていきます。少し油を敷きます。今回はね、米油を使います。お肉に火が通ってきましたので、切り干し大根も合わせて炒めていきます。結構ね、キャベツたっぷり入りますね。キャベツがしんなりするまで一緒に炒めていきます。お野菜しんなりしました。全体がね、しっかり炒まってきましたので、味付けをしていきます。で、切り干し大根もね、キャベツも結構焦げやすいので、火加減弱めにしながらね、じっくり火を通してみてください。弱火でね、ゆっくり炒めた方が美味しく仕上がります。で、今回はちょっと焼きそば風ということで、ソースを使ってみたいと思います。で、ソースをね、たくさん入れすぎてしまうと、ちょっと甘くなりやすいので、ソースと塩コショウで味を調整したいと思います。ここでお味見をしてみますね。少しね、ソースを足しました。このあたりはね、お好みで調節してみてください。はい。で、味がちょうど整いましたら、仕上げにごま油です。ちょっとだけね、香り付けに入れるんですよ。これポイントです。少しね、回しかけてあげると、味がね、ぐーんと引き立ちます。はい。全体が混ざれば完成です。火を止めます。仕上げに青のりをかけてみたいと思います。切り干し大根の焼きそば風完成しました。切り干し大根の焼きそば風をちょっとお味見をしたいと思います。立ったままで失礼いたします。それにしてもどっからどう見ても焼きそばですよね。でもこれはね、紛れもなく切り干し大根なんですよ。いただきます。焼きそばです。まあ当たり前ですよね。まあ、でもね、麺ではないのにごま油が入っていたりね、ちゃんとお肉もキャベツもたっぷり入っているので、焼きそばを食べているような、そんな錯覚がありますね。切り干し大根の新しいレシピとしてもぜひ作ってみていただきたいなと思います。なんとなく切り干し大根というと和の煮物のイメージが強いと思うんですけれども、結構いろいろな使い方アレンジができますのでね、ぜひこんな使い方で切り干し大根たっぷり召し上がっていただいて、食物繊維でお腹すっきり効果狙ってみてください。切り干し大根を使った面白いレシピということで、焼きそば風をご紹介いたしました。
切り干し大根というとお水で戻して絞ってというね、お水で流れてしまう栄養素いっぱいありますので、さっと洗うぐらいにとどめてお水で戻さないで直接お料理にしていくという使い方、試してみてください。切り干し大根の甘みもしっかり感じられると思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。